2022年ロータクスマックスチャレンジシリーズ第4戦マイクロマックスクラス予選第1ヒートスターティンググリッドです。ポールポジションはタイムトライアルトップタイムをマークしていきました HRS ジャパン柴崎美琴。今シーズンは関東のレースだけではなく九州にも参戦をする中で勝利を掴んでいます。ポイントもしっかり持っているという意味です。キッズの時から強さもありました柴崎美琴、もともとはキッズのチャンピオンです。続いて、セカンドグリッドカーナンバー88、昨日もこのフロントローでしたね。江戸マリンレーシングから坂野大元、開幕第2戦第3戦と3連勝を飾っています坂野大元です。予選ヒート、まずはこのバトルを楽しんでいきながら上を目指していきたい。現地目3番グリッドはカーナンバー38チームレゴリス前田壮介、自信がありますと朝言いました。有言実行なるか。前田壮介優勝を狙っていきたいとも言っています。カーナンバー17番楠本慎馬が4番グリッドから、5番グリッドにはトリプル A モータースポーツ深町武雄、昨日は表彰台獲得することができるチャンスがありながらも悔しい思いを、その深町は、共にチーム員の山中ロイと横並びとなっています。6番グリッドはカーナンバー26トリプル A モータースポーツ山中ロイ、7番グリッドはカーナンバー24シグマレーシング大津流星、8番グリッドはプロリスタモータースポーツ斉藤翼、9番グリッド APG で勝利を飾っていますシグマレーシング新橋たける、10番グリッドはワイズファクトリーレーシング張尾美佐野、11番グリッドウィズレーシングクラブプラスグローバル柴崎一斗、12番グリッドトリプル A モータースポーツ中村修馬、以上12名での戦いです。マイクロクラス8周の戦い、隊列がゆっくりと第3セクターをクリアし、このスタートの時を迎えようとしています。タイムトライアルトップタイムをマークしていきましたのは柴崎美琴。さあスタートを切られました。スタート先頭は柴崎よりもどうでしょうか、坂野大元の方がいいスタートを決めていったようにも見受けられましたけれども、ホールショットは柴崎が、そして3コーナーでは坂野が上回ってくるか、坂野大元がトップに立ちます。2番手に柴崎美琴、3番手に前田壮介、さあそして山中ロイが飛び込んできた5コーナーガッツを見せます。山中ロイ、さあ3番手に上がってきた九州勢山中が現在3番手に上がってまいりました。そしてタコツボ坂野大元先頭に、2番手に柴崎美琴、3番手に山中ロイが来ます。タコツボ小さく立ち上がってきた柴崎美琴を横に並びかけていきまして、トップを奪い返すことができるでしょうか。バックストレートエンド飛び込んだ、縁石伸びながら立ち上がってまいりました柴崎美琴、その隙にこれは大チャンスとばかり山中ロイが飛び込んで、前田壮介も来ましたでしょうか。前田壮介と山中ロイが横並び状態になっています。そして1台が止まってしまったか、イエローフラッグがまだ振られています。先頭は坂野大元が抜け出しました。2番手との差が非常に大きく開いてまいりました。こちらのバトルも激しいためです。2番手には山中ロイが上がり、3番手おお2台が一気に動いてまいりまして、5コーナー飛び込んでいきまして、山中は少しドロップ、代わって上がっていきましたのは前田壮介と深町武雄です。深町も今日コース九州で、そして山中ロイちょっとオーバーランをしてしまいましてドロップをして、山中は現在5番手になってしまいました。代わって2番手には前田壮介がいて、その後ろに深町武雄がインサイド飛び込んでいけるか、バックストレートエンド入っていった。しかし立ち上がり12コーナーでもおっとスピンをしてしまった、3台がコースオフ、その中で深町と前田壮介と、もう1台というような感じですよね。それによりまして2番手集団の先頭は今ホームストレート柴崎美琴に変わりました、そして2番手が柴崎、3番手には再び山中ロイが上がり、4番手に斉藤翼だ、4番手にプロリサモータースポーツの斉藤翼が上がってきた。しかし後ろから APG でのウィーナー新橋たけるが来たか、大津流星かどっちでしょうか。シグマレーシングの新橋ですね、新橋たけるが転びていましたけれども、斉藤翼なんとか踏ん張った、斉藤翼は踏ん張って現在4番手です。先ほどのバックストレートエンド S 字のところでのアクシデントによりましてドロップをしてしまったのが山中ロイと、今タコツボから立ち上がってきますこちらのドライバーの選手、楠本慎馬もそうですね、
あとは深町武雄と、山中ではありません、深町武雄と楠本慎馬と、あとは前田壮介といったことになってしまいました。予選ヒート残り周回は5周です。残りは5周、先頭を行きます坂野大元が後ろを2秒5引き離しています。現在ファスティストを記録していますのは53秒742と100分の2秒上回り、坂野大元のタイムよりも上回りまして柴崎美琴です。現在2番手独走中、そして3番手には山中ロイ、4番手争いがまたテールトゥーノーズの状態になりました。4番手が斉藤翼、その後ろに新橋武が来ている。バックストレートに入りました。斉藤翼スピードを持っています。レースがあります。ただバトルの力とすると後ろの新橋武の方が上回っているかもしれない。 SG2 個目、斉藤翼の後ろ新橋武がついた。セクター3でつきました。そして14コーナーから立ち上がってきて最終コーナー、斉藤翼が4番手争い、新橋はアウトに振ったホームストレート、1コーナークロス狙いに行きますがこれは入れない、ここはチャンスじゃないというふうに判断をしたか、斉藤翼の後ろがバトルをつけずに山中ロイに追いついてきたかもしれない。3番手の山中に追いついてきたかもしれないが、その前に新橋武が飛び込んだ5コーナー入ってまいります。4番手争いアウト側でなんとか踏ん張って斉藤翼本場です。そしてタコツボに入ってまいります斉藤翼、その後ろも3台の戦いが面白そうですね。斉藤翼と新橋たけるのバトルがありまして、その後ろの三つどもえ、こちらで今横並び状態で入っていこうと3ワイドになっていますが、大津流星が一番イン側、そしてなんとか戻っていったのがですね、これが中村修馬なんです。中村修馬こちらも九州勢最年少かな、小さなドライバーなんですけれども頑張っています。三つどもえの方にも注目をしていきたいんですが、今ホームストレート再び大津流星が振ってくるけれども、中村修馬1コーナーなんとか踏ん張っていきたい。大津流星はいいにいってきます。アウト側から踏ん張って中村修馬がポジションをキープしていますね。中村修馬がいて大津流星がいて、それを追っていますのが柴崎一斗です。こちらは北海道で5コーナーへと入ってまいります。三つどもえの戦い、中村修馬の後ろから大津流星が再び近づく。タコツボへと入りました。入ってここでは動かなそうだ。立ち上がり勝負となってくるか。立ち上がって小さく立ち上がって大津流星、これは抜き切ったかな。バックストレート切ってみました。しかしバックストレートエンドで振っていく中村修馬、これは入れない。さあ残り周回は2周へと変わっていきました。先頭を行きます坂野大元は後ろを2秒3引き離しています。ファステスは再び柴崎美琴、2番手を走ります柴崎美琴が現在もファステスを記録していますが、前は遥か彼方というような感じです。残り周回は2周、そして3番手には山中ロイがつけております。山中ロイのタイムよりも後ろの選手の方が上回っているんです。斉藤翼の方がコンマ2秒早いんですけれども、後ろの新橋だけでもですね、どういう風に仕掛けてくるかわからないところから、わかりませんがどうなるか。残り周回1周半というところで、もしかしたら3番手争いに持ち込むことができるかもしれません。5番手につけている新橋たけるの動き次第か、斉藤翼が前に追いついた後に抜けるかどうかというところも注目です。さあ残り周回1周ファイナルラップに入りました。坂野大元を先頭にファイナルラップに入り、2番手は柴崎美琴、こちらも独走です。最後の1周に入ってまいりました。ベストラップ順で次の周回のグリッド、次のヒートのグリッドが決まるということを考えると、今ファスティストを記録したのは九州の深町武雄ですね。オープニングから2周目3周目のところで S 字のところで上がっていきました深町武雄が、確かに今ガンガンと追い上げて5コーナーのところ立ち上がってくる4台の集団の2番目につけているこちらの選手なんですが、今ファスティストを記録していまして53秒282というところです。さあ先頭を行きます坂野大元は12コーナー13コーナーを立ち上がって後ろを大きく引き離してトップでチェッカーを受けようとしています。最後半周の戦いが3番手以降も面白いんですが、今トップでチェッカー坂野大元、2番手柴崎美琴、3番手争いまであと一歩追いつきませんでしたね。3番手には山中ロイ、斉藤翼、新橋たけるとつきました。6番手大津流星、楠本慎吾、深町だけは1に最後尾ぐらいまでドロップをしたにもかかわらず上がってきまして8番手でのチェッカーとなっています。以上マイクロクラス予選ヒートヒート1となりました。